よし、しっかりとデータが取れたぜ。これで終わりかな。よ、父ちゃん、よくここまでやり遂げたな。ここまでのバトル全部クリアしたんだろ。うん。サスケから聞いてな、お前がここの修行でかなり力をつけてるって。だからよ、最後はこの俺とやるか。一対一でお前がどれほどのものになったのか、俺の手で確かめさせてくれ。行くぞ、父ちゃん。ああ、来い、ボルト。と、今持てる俺の全てを父ちゃんにぶつける。ゆくゆくはそのようになったな。お前はまだ若い。忍びとして歩き始めたばっかだ。だが今の俺と違って当然だ。こうして拳を合わせれば今のお前でも何か感じ取れるのか。まだまだ。言葉で表せないモヤモヤした面がある。お前にとって糧となるものだ。俺は父ちゃん四代目のおかげと拳を交えるだから、こうしてお前と拳を交えることがなんだろうな、めちゃくちゃ嬉しく感じる。俺はガキの頃からいろんなやつと戦ってきた。その経験は今の俺を作った。そして今お前は俺と戦ってる。この経験がお前の未来を作ってくれると俺は信じてる。さあ来い。そろそろ分かってきたんじゃねえか。お前は以前までのうるさい子供なんかじゃねえ。お前は忍びなんだから。なあボルト、フライ。これで最後だ。のせん。拳を交えて分かった。父ちゃんが歩いてきた道が、父ちゃんが今まで見てきたものを俺の胸にしっかり刻んで、これからバッチリ前に進んでいくってばさ。見ててくれよ父ちゃん。いつの日か俺も強くなったな。
お前の拳、少しずつ忍びらしくなってるな、ボルト。お前の拳はこれまで軽かったけど、今のお前は違う。いろんな経験を積んで重さができてきた。それは忍びにとってとても大切なことだ。おかげとしても親としても嬉しいってばよ。ボルト、またやろうな。褒められた、父ちゃんに。ったく、まあ。さて、ありがとよ。おう。まあ。サンキュー。さすが。